地を守る僕の戦いは今始まるんだ。二発目、このまま死んでたまるか。ロリウェイ、私たちを最初に出迎えたのはアメリカ軍のスクランブルでした。そして、こちら USSR シャトル104、暗証コード AN で応答願います。こちら UNSS104、感度良好、どうぞ。二大大国の軍事競争は月からさらには火星にまで広がり、宇宙にまで緊張を作り出しているのです。その現実を目の当たりにし、これから降り立つ私はなんだかとっても不安な気持ちです。私の名はアンナ・ステファニー、14歳。 OK、スイッチオフ。スイッチオフ。時間通りだ。やったぞ、中殿。とうとう来たぜ。盛大なお出迎えだな。感激だ。思ったより快適そうね。さあ、整列。コズミックカルチャークラブの第一陣16名全員到着しました。私たちの心ばかりの贈り物だ。代表として最年少の君に。あ、ありがとうございます。あの、お花ここで作ってるんですか？生きていくのに必要なのは食べるものだけではないだろう。このバラはここで初めて咲かせたものだ。我々も、そして人類の宇宙開発も、今はその小さなバラの花と同じだ。やがて大輪の花が咲き、この荒れた土地は見渡す限りの花園になるだろう。君たちへのプレゼントには一番ふさわしいと思ってね。私たちは火星に降り立って数時間も経たぬうちに、突然正体不明の機動兵器の戦いに巻き込まれたのです。何？何なのあれ？ヘルメットをつけなさい。はい。みんな落ち着いてよく聞いて、私の指示通りに動くのよ。勝手な行動をとってはダメよ。いいわね？
3番レーダーも使用不能です。なんてことだ。6番レーダー破壊されました。基地の責任者ジョブ・グレンド、君たちの国籍所属は応答したわい。我々のテリトリーで軍事行動を起こせばどうなるか分かっているはずだ。これ以上の理不尽は断じて許さん。すぐに退去したわい。あれはアメリカ軍の。だったら狙われていたやつはどこのやつです？この時の私たちにはこの機動兵器が地球のものでないなどとはとても考えることはできませんでした。なぜ俺を苦しめる。お前の姉はいずれは俺の妻となるのだぞ。隠れても無駄だ。我々を敵に回して勝ち目はない。反逆者の弟を持つ兄のことを考えたことがあるのか。インフォメーションメッセージ、赤外線センサーに反応。ゲル隊長、地球人の基地に人影があります。生存者のようです。殲滅しろ。了解。そういうことだったのか。私としたことがうかつだった。お前の体に地球人の血が半分混じっているのを忘れていた。その地球人の宇宙進出が今後どれだけ騒乱の火種となることか。そこをどけ。嫌です。嫌でも我々は任務を遂行する。基地と一緒に地球人どもを抹殺しろ。撃つな。撃たないでくれ。
な腕でやられるような私でないことはお前には分かっているはずだ。業務伝達システム破損、戦術変更勧告、戦闘即時中止撤退。ダメだ、基地には地球人がいる。お母さん助けて。なんと、ゲイル先輩、彼らを殺すなら僕を先に殺してください。僕の体の中に彼らと同じ赤い血が流れているのをよく見てください。お願いです。攻撃を中止しろ。これで私とお前の行く道は決まったようだな。次に会った時は容赦しない。祈祷する。このあとすぐに私たちはこの戦闘の本当の意味を知らされたのでした。君たちだけか。奥に固まっていなさい。グラドスから来た。僕の名はエイジ。地球は狙われている。この時は目の前にいる若者の言っていることが誰にも分かりませんでした。でもそれは本当だったのです。お願いだからこのまま無事行かせてほしいわ。あいつ今頃戦ってるかな。敵がこっちに現れないってことはそうかもね。なことわかるか。僕は戦っているような気がします。あくまでも僕が思うんですけど、このまま無事たどり着いたらその時は感謝しなくちゃな。私たちはアメリカ軍基地へ避難しようとしています。そしてその私たちを守るためにあの人は国連基地に敵を引きつけてくれているのです。基地だ。え、アメリカ基地だね。そうでしょう。ああ、ここまで来ればもうこっちのものだ。よかった、無事だったのね。夢みたい。覚めないでほしいわ。夢なら私も無事なアメリカ基地を見て胸がいっぱいになりました。私たちを覆っていた戦争の不安が一瞬のうちに消え去ったからです。お、え、
あの、もしもし。何デビッド。来るな。来るんじゃない。こっちよみんな。デビッド、みんな来て。誰かいますか。誰かいたら返事を。ダメだわ、電源が切れてるみたい。おい、誰かいるか。いたら返事しろ。完全に閉じてないじゃないか。本当にシェルターか。ドアは二重三重になっているはずですから。先に殺到して挙句に同士討ちか。畜生、なんてこった。信じられない現実でした。守ってくれるはずのシェルターがかえってあだになるなんて。この地球人が火星と呼ぶ太陽系第四惑星には二大強国の軍事基地が存在した。これは地球上での軍事競争の延長されたものである。この基地に我がグラドスが密かに干渉し、地球のものと同様のミサイルを同時に撃ち込んだのだ。地球人どもはお互いに相手基地からの攻撃と思い込んで報復手段に出た。おお、諸君の見た通り、第四惑星でのシミュレーション作戦は完璧に成功し、二つの軍事基地は全滅した。我々の最終目的は第三惑星地球を我がグラドスの支配下に収めることにある。諸君、地球人も100年200年前の猿ではない。すでに幼稚ながら他の天体へ進出を果たした科学力を侮ってはならん。ただし奴らの科学は軍事的発達に目的が置かれてきた。すでに地球全人類を幾度か滅ぼすことのできる兵器を蓄えておる。我々はこの悪魔の力を互いに使い合うよう手助けしてやらねばならん。2時間後に本艦は地球へ向かう。はあ、これで頼みの綱も切れたな。彼帰ってくるかしら。あんな奴の話をするな。だけどデビッド、敵だ。諦めかかった私たちの心にまた希望の光が差し込みました。あの人が帰ってきたのです。今度こそ手加減は無用だ。よし、行くぞ。発進までコンマ3で軌道変更なし。火星離脱で燃料の 95% を燃焼します。接触を失敗すると戻れないのはもちろんのこと、太陽系から失速することにもなりかねません。座標36位、一次燃焼コンマ3で、二次燃焼コンマ1号、発進までコンマ2で。アラームメッセージ、レンジ3に SPP5 機侵入、接触エリア102。までコンマ13、イグニッションシークエンス08、07、06、05、04、03。
02-01-0。ちい、敵が上昇。攻撃準備を。接触までの推定所要時間コンマ3に。LCM ブルーミング。直撃には効果を期待できず。分かってる。あとは運を天だ。パワー全開。撃て！撃ち落とせ！接触までコンマ2入れ。接触までコンマ1発。撃て！火星を脱出させるな！接触まで09、08、07、06、05、04。撃て撃て！03、02、01。おお！LCM パウダー3分。レディー。電気母艦に来そう。母艦で追撃する。さようなら、赤い星。でもこのまま地球へ戻れるとは誰も思っていませんでした。弟の血に濡れた手で君を抱くことは許されない。さようなら、ジュリア。ああ、はあ、地球軍だ。来てくれたんだ。地球艦隊、応答願います。こちら国連宇宙局のエリザベス・クレブリー、応答願います。エリザベス・クレブリー、よく聞こえる。こちらオーシャー号艦長サザーランドだ。君たちの攻撃の敵は確認している。直ちに攻撃する。友人ども、グラドスの真の力を見せてやる。その雑魚は任せるぞ。よくやった、カルラ。全滅だなんて信じられない。
ドクターエリザベス、できる限り防ぎます。みんなを。エイジ、覚悟を決めたようだな。ゲイル先輩。エイジ、他の者には手出しをさせん。さらばだエイジ。さようなら、ゲイル先輩。どこだ。甘いな。お前の背負った地球とやらの重みをかけて挑んでこい。右脚部被弾、静電障害リスコンマレーに。バイパス回路に切り替えろ。ポイント31より熱弾反応。お前たちは手を出すな。左上腕部サブトリム装置被弾、損傷率コンマ25。ターゲット捕捉。撃てない。胸部被弾、損傷率コンマ3で。アラームメッセージ、即時撤退せよ。脚部被弾、破損台、敵の追尾より撤退不能、搭乗者は脱出せよ。まだまだ。脱出せよ。どうしたレイ、どうした、何をするレイ、どうしたレイ。途中で投げ出すとはらしくもないなエイジ。許せ。作動不能。ゲイル先輩。なんという清らかで美しい光なんだ。お前が命をかけて守ろうとする、あれが地球か。あれがお前の。ジュリア、隊長機とレイズラーの間に弾幕を張る。ゲール先輩、ゲール先輩。
滝の中で私たちは初めてあの人がエイジが泣く声を耳にしました。獣のような幼子のような、いえそれは強く優しく気高い魂の悲鳴のように私たちの胸を揺さぶるのでした。多すぎる体験を積んで私たちは地球に帰ってきました。そして今私たちは一刻も早くこれから地球に降りかかる運命を知らせなければなりません。やったー、帰ってきたんだ。アメリカだぞエイジ、着いたぜエイジ、あなたのおかげよ。イエーイ、なんだ、ようこそ地球へ。これでは捕虜扱いです。国連本部に連絡を取ってください。地球人との混血ということだが、骨格は意外としっかりしています。ということはグラドスは地球とよく似た環境だな。僕を調べるのはいい、でもレイズラーのチェックだけはやめてください。動き出したというのは本当か？はっ、ただいま基地内を移動中。一人で動き出すなんてどうなっているんだ。今僕はお前に向かって拳銃を構えている。行動理解不能。レイ、お前と話しても拉致が開かないからだ。さあ出てきてもらおう。いつまでもレイを隠れ蓑に使うな。質問の意味が理解できない。この拳銃は単なる脅しではない。お前の態度次第によってはレイと一緒にお前も破壊する。行動理解不能。レイ、うるさい。地球に着いた途端に裸に向かれるという屈辱に耐えた僕でもお前の態度には我慢できない。このコクピットは僕の世界だ。それなのにお前は僕の意志の外に存在する。呼びかけにも応じようとしない。答えろ。2発目行動理解不能。3発目行動理解不能。待て、エイジ、私に怒りを向けては困る。私をこのレーズナーに装備したのは君の父の考えによるものだ。我が名はフォロン。まただ。ねえ、グラトス野郎。
恐れた時がやってきました。グラドスの地球攻撃は今まさに始まろうとしていたのです。撃ちたければいつでも撃て。僕はもう人殺しの機械に乗るのは真っ平だ。ここで決着をつける。戦士時代、滅びかかったグラドス人が栄えた文明を維持継承させるため地球から人類の生命核を持ち帰り、グラドスにおいて保護育成した。それが現在のグラドス人の先祖。つまりグラドス人と地球人は同一人種だというのか。そうだ。それがグラドスの創生の秘密だ。そしてそれは伝承されなければならぬ。伝承は全てに優先する。私が伝承者だ。でもお前にはそれを証明するものが何もない。違うか。私自身の記憶回路がその証明だ。いや違う。証明の体現者はこの僕だ。グラドス人と地球人の根結が何よりの証明だ。違うか。僕を認めるならお前は記憶回路の奥へ引っ込んでいろ。認めないなら僕を殺せ。インフォメーションメッセージ、駆動チェック OK、 全て異常なし。エネルギー残存量コンマ43ギガ改ざん、推定稼働時間415コンマ3プラスマイナス7コンマ2、全て順調。レイ、レイじゃないか。奴はどうした。意味不明。フォロンは完全に引っ込んでしまったのか。記憶回路に発信源不明の伝言あり。 VMAX 機能も含めて全てをアルバトロナルエイジアスカに託す。以上。レイ、お前は VMAX の意味がわかるか。 VMAX 緊急発動システム、通常性能の一時的増幅。フォロンは僕に全てを託したのか。ありがとうフォロン、君の信頼を感謝する。アラームメッセージ、左後方ポイント18より SPT 一機接近。ヘイジ、こちらを向いて私と戦うのです。お前は私の命だったゲイル中尉を殺した。お前はそれを償う必要があります。姉として反逆者の弟の始末はつけます。姉さん、やめてくれ。姉さん、今は僕たちが戦っている場合じゃないんだ。僕の話を聞いてくれ。この戦争は無意味な戦争なんだ。地球人とグラドス人、もともと同一人種なんだ。ヘイジ、抵抗してこないならそれでも構いません。私は決着をつけます。待ってくれ姉さん、今の話は本当のことなんだ。僕たち兄弟がその証拠じゃないか。今の私にそんなことは関係がありません。ヘイジ、覚悟。あ、一刻も早くグラトスの伝承の秘密をみんなに伝えなければならないんだ。姉さん、来るな。聞いてくれ、ゲイル先輩は僕が殺したんじゃない。信じてもらえないだろうけど、レイスナーがやったんだ。伝承を守るためにコンピューターが。ヘイジ、嘘じゃない、本当なんだ。左腰部被弾、損傷警備、反撃せよ。できるか。この世でたった一人の僕の姉さんなんだぞ。わからずや。発射。
こ。クソったれ、まさかこいつを本当にぶっ飛ばすことになろうとはな。せめて同じ地球人じゃねえのが救ってもんだ。メッセージ伝達開始。こちらオスカーアルファ1522、カプセルこちらオスカー11、メッセージ22522サイ323。あまりにも重い時が過ぎていきます。私たちは最後の望みをエイジに託すことになったのです。グラドス人と地球人も理解し合えるはずなんだ。グラドス創生の秘密を解くことさえできれば。だが今はただこの地球を救うことのみを考える時だ。できる限り俺たちでガードする。地球を頼むぞ坊やたち。くそ、行くぞエイジロー。ごめんよ、俺はお前が好きだ。もし奇跡が起こせないとしても、同じ空で一緒に死ねるんなら本望だ。エイジ、デビット。じゃあ行くぜ。エイジ、また会おう。じゃあみんな行ってきます。ロアン、死ぬんじゃないぞ。生きてみんなでもう一度会うんだから。僕らは死んじゃいけないんだ。うん、いいかエイジ、僕ら7人全員でもう一度会うんだ。7人の仲間で。
これは地球の花です。あなたは地球へ来ました。でも何一つ地球の綺麗なものに触れていないんです。だからありがとう。きっと帰ってきてください。地球にはこんな花がたくさんあるんです。頼むぞエイジの大事な仲間だ。殺させないぞ。レンジ3に SPT 軍急速接近。この次の攻撃から2人を守る自信はない。エイジ、アズだ。デビッド、ロアンをシャトルへ誘導してくれ。大丈夫です、まだ戦えます。ロアン、俺とエイジに回してくれ。待ってるよ、エイジ。レンジ中に SPT 侵入。レイ、まっすぐグレスコの母艦へ向かう。レディ。エイジ、どこへ行く？待ってくれ。来るな、デビット。君たちはシャトルに戻るんだ。なんだって？レイ、敵 SPT の中央を突破。母艦に突入する。レディ。やめろ、エイジ。無茶です。レイ、V マックス発動。レディ。美しい地球を美しいままに守る義務がある。ゲール先輩との約束とジュリア姉さんのためにも。エイジ、エイジ、エイジ。僕は君たちと知り合えて本当に良かった。エイジ。アンナ、この可愛い花の名前を聞くのを忘れていたよ。昔とても愛し合っている男の人と女の人がいました。追撃多数、前方にも SPT 軍捕捉。遠くへ旅立つ男の人を信じて女の人は待ちました。何ヶ月も何年も。そしてひっそりとひなぎくの花になりました。ひなぎく、ありがとう。レイズナーを粉砕しろ。二度と蘇ることのないよう粉々にだ。行くぞ、レイ。地球を守る僕の戦いは今始まるんだ。レディ。死にはしない。このまま死んでたまるか。
て綺麗な青い水。そう、これは海。海だわ。地球の命の源。こんな可愛い生き物たちの住む地球。なんという清らかで美しい光なんだ。お前が命を懸けて守ろうとする、あれが地球か。ジュリア、ゲイル、あなた、姉さん聞いてるかい。これがゲイル先輩の最後の声なんだ。なんという清らかで美しい光なんだ。お前が命を懸けて守ろうとする、あれが地球か。ジュリア、ゲイル。私の名はルカイン。この星を支配しに来た。俺たち指揮隊、地球人をいたぶりに来た。違う。これもグラドスの科学力ですよ。わかるでしょ、力の違いがはっきりと。グラドスがなんだ、バルー。地球のものなどすべて灰になるがよい。でもこれは抵抗運動よ、戦争じゃないわ。父上はご自分が地球の文化に干渉的になっているのをご存知だ。気に入らねえんだ。踊れ踊れレイズだ。エイジもジュリアもガキどももこの俺様がまとめていたぶってやる。俺様はいじめと人殺しが大好きなんでな。楽しみにな。